あ皆さん、こんばんは。えー、今日は、えー、仮面ライダーウィザード49について語っていこうと思います。まあ、よろしくお願いします。まあ、今回はね、なんか、すごいビーストのがめっちゃ見せ場を、ビーストが主役と言っても過言じゃないな、今回うは。うん まあなかなか面白い回やったけどね、まあ、まあ俺ぶっちゃけ東映チャンネルで見るのがもう3回目ぐらいなんだけどねウィザードは。でまあね、えー、前回の続きで、えー、ハルトが植木の。 屋敷に着いたところで終わってまあねいやあの、えー、仮面ライダー明治に変身した山本さんとウィザードになったハルトの戦いでまあ不愚が言うには彼はすでにお前が進化したところまで達しているってうんで姿形は,は変わってないけどうちに秘めたファントムの力を引き出しているってことを。 まあ結構ね強かったね実際この八さんのね明治の強さはうんいやーでもどういう修行したんかなってほんと不思議やけどねうんほんとねまあでも春君春ともでもノーマル状態挑んでたからなまあまだ本気ではないけど でまあ、結局ねナめぷしてまあヤームさんに負けた負けて気絶させられたウィザード変身解除しウィザード変身解除になったハルトを見て、えー、ワイズマンあっ、えー、とあグレムリンことねはあれソラは参、まあ、ったなハルトくんまでワイズマンの手に落ちちゃうとはなと。 すうんまあさすがにねハルトもね元人間だから本気出せなかったかなって感じだけどうん。 で、ハルトとかね、えー、みんな人柱としてなんかね、つく、柱にくくりつけられるんやけど、ハルトは、俺が人柱になって小弓が救えんなら、これはこれでありかもしれないけどな、と、落ち込み具合が半端じゃない。で、ま、まゆちゃんも拘束されていく。えー で賢者の石に膨大なマルクを注ぎ込むそれがサバトの本来の目的だと、えー、サバトを起こす目的を明かす、えー、不益まあそれで結局ね半年前にもなんかねサバトが起こってるんやけど半年前の日の死 日食の日は笛木がグールを人柱にしてサバとを起こしたらしいよねまああれも結局笛木が起こしてたっていうねうんそれで生贄として集めたゲートから吸い上げたマルクで暦をよみがえらせようとしましたがマルクが前回のはね足りず失敗暦、えー、は現在のように記憶をなくしマルクで動く人形として再生したといううん まあでも結局この時の計画は失敗したがええー、ルトがね魔法使いとして覚醒したっていうねうんまあこれに目をつけた笛木が魔法使いを人柱にしてさらなるサバトを開くことを思いついたっていううんまあそのためにサバトで生まれたメデューサを利用して ゲートを見つけ出し、絶望させ。魔法使いを生みそうと暗躍していったみたいやね。なんかねうん。肩や白い魔法使い肩やね。ワイファントムのリー,リーダー格である。ワイズマンに変身してね。うん。まあ、結局全てはえ暦、ー、を身柄らせるためにという。 意見見のゲートを探すのは骨が折れるんでねとまあまあそれでね結局でもそうなるとでも「前回のサーバトン」の時はどうやってゲートを探したかっていうのが気になるがまあまあ細かいことは気にしないで、えー、で東京に住むゲートはファントムとなりマルクを持たない。 ものは死ぬ、うん、でも結局、うん、東京をわざわざうんでもこれなんで東京を限定にしたのかよく分からん、ね、い。うね、ん。でもどうもねなんか、えー、今まで登場したゲートの奥はなんか東京か地方に逃げるかゲートのまま,まで。 物語がが終わるのがパターンだったったていうだからワイズマン陣営がゲートをゲートのままで放置するのはなぜかなぜ再び狙わないのかという疑問がまあ確かにあったんだけどあ最終の不気がねだから不気の最終目的を考えればまあ東京を中心にサバトを開いたのは当然といえば当然かなっていううん。 まあ結局はファントムを増やすためというのは方便で実際にはサバトでマルクを引き出せればよかった。でゲートをゲートのまま放置するのはサバトに備えてのことだったというのがまあうん不液の考えかな多分。うん、で、まあ、逆にファントムを生み出してしまってはサバトンに利用 できないためそっちの方が不都合だったのかなうんまあ魔法使いを増やすのが目的だったらしいからな不液は結局うん。で死んだ娘を取り戻したいと思うのは親ならば当然恋みは私の希望だと不液。で不液の気持ちは分からない分ないが東京中の人間を犠牲しての命などまあちょっとねこの辺はな,なんか。 めっちゃエゴイストやなって思ったけどねうん本当。うん。でまあこういう今の暦に対してはお前は暦の姿をした人形だだから今からその姿に心を呼び戻す。 まあでも今ままじゃね人形であるのには変わりないから不易にとってもっていうことでそれでエクスプリスそれは強制的に日食を引き起こすための指輪この指輪を使うために不易はこの1年間マルクを温存していたのか うん、まあ結構だから年に練られた作戦だったってことね全てはこの日のために備えたってことかうんまあねでもこれねほんそれでまあ結局オールドラゴンになった時のこれで一人完成したのには本当わからなくなったっていう。 まあでもううんそうなんよね今回の描写だとハルトフレームドラゴンになればねうんでもやっぱりでもあれはただの分身だから意味ないんかなやっぱうん、うん、まあだからまああくまでだから個人個人の4人の魔法使いが必要だったっていうんでまあねあの3人も生贄という形でっていうことかなうん。 それでいよいよ始まるサバトで、ハルト君がいない今不撃を止められるのはあなただけなのと、うん、女刑事のリンコで、言ってくださいと リンコで2頭は分かった絶対にサボトを止めてみんなを助ける。でハウトたち4人の魔法使いは捉えられ全ての人間がサボトの影響を受けている今不愚の野望を捉えられるのは魔法使いの理から外れた陰にしの魔法使いだけなのであった。まあうんそれでビーストがウィザードとは異なるあ、まえー、魔法 体型のライダーに設定されたのも全てはこの展開を見過ごしてのことかまあアーキタイプとかって言うとねなんか確かにウィザードとかとはなんか全然違うタイプっぽいけどうん、なんかねだってサバとかなんかねん、またファントム を宿ってなんかねビーストになった感じじゃないもんねなんかまあ誕生の話もねなんかだか前描かれてたけどでまあいよいよさ本格的にサブトが始まるうんでそこに笛木があえそこに2トが来てサブトを止め来てやったぜサブトを止めれば リンコは助からんぞとあっ麻布と止めれば暦は助からんぞと、えー、不液いや暦ちゃんも助けると2でとで何と白い魔法使いでんこちゃんと約束したんだみんなを助けるって今すぐ方法は思いつかねえが暦ちゃんも絶対にまあ二頭ねうん。 いやマスカのサブライダーがねここでね活躍するっていう、うん、この展開は本当ねなんか今までの仮面ライダーと違ってちょっと熱いねなんか違った意味で、うん、でまあ2頭がいよいよ最後の変身。 でアーキタイプごときが私に勝てるわけがないと不敵いやお前を倒せるのは俺だけだと2頭まあでも結局ね白い魔法使いの圧倒的な力の前になすべもないビーストでここでね裏技やるんだよな でと「さすがお前も今度こそ終わりのようだな」でなんだ別れの挨拶に来たのかよちょうどいいトニーと,とん外はお前の大好きなマルクでいっぱいだお前を外に出してやるから腹いっぱいマルクを食ってこい」トニーと,とでそんなことお前には不可能だ」 で、えーふ、そうかな、とんにと。で、それに我を解放したらお前の体に何が起こるか分からんぞ。で、分からねえ方が面白いレーンじゃねえか。どうせ終わるんだったら早く終わりてえ。とんにと。うん、これはちょっとね、ある賭けに出るんやけどね。 で、さらばアーキータイプと白い魔法使いがとどめを刺そうとしたところに「うせんだよアーキータイプアーキータイプ」アーキータイプって2頭でお前にとっちゃう古い臭い魔法かもしれねえだがそのイニシエの力がお前を倒すと2頭でまあファントもねのキーマイラーをね結局解放するんよねここでうん。 まあ結局奪ったハーメルン・ケインでビーストドライバーを破壊しキマイライをいよいよ解放させる。このシーンまさかねこういう裏技があったとはって感じだけどね。 まあここで結局ねもう、まあ、ニ人を返信できなくなるわけだけどで魔法、まあ、使いの断りから外れたビーストイコール2等だからこのその熱い展開になったっていう、まあ、この展開は本当に熱かったなまさかねうんこれでまあ案の定ね バレマールキマイラなんやけどね。ででねあれもう東京中のねマルクを食い。 食いつくすすキマイラこれはすごかったね本当にねうんどんだけ食べるんだよって感じだけどうんまあこれで結局サバトがまあ怒らなくなってまあ最終的になんかね2頭のとこに戻ってくるキマイラだけどそれでまあ2頭もかんなんか「俺を食い越すのは遠慮はいらねえぞとニト」と2頭「どこまでも面白いやつだいいだろうお前を」 俺から解放してやる。と、キマイラ。で、二頭がハッとなって、お前は今日から自由だ。二頭で、東京中の魔力をキマイラに食わせ、見事、サバトを止めた二頭キマイラもつい二頭を認め、二頭を解放して去っていったっていう。うん。まあ、これで、あそも知れぬ魔法使いとしての人生からは、 無事解放された2頭まあていうでも結局これんかね需要編ではなんか変身してたんやけどねビーストにあれって感じやけどまああれはまあ別パーレルワールドの別ルートのまあ2頭だったんかなって今思えば思ううんそんな感じなんかなって思うけどまあ見事ねビーストドライバーも。 壊れてしまってまあ力の源であるキマイラとも別れた今まあでもね結局後々にはねジオジオのウィザード編でね復活してくれるわけやけどねこの人。まああれ久々に見れてあの時はすごい感動したけど。 で、これに、生っ方ね、なんか、不駅が、貴様よくも私の希望を許さんと絶対に恐怖に怯えながら絶望して死ぬがいいと。それで不、絶望なんか死ねよう、まだ希望はある。で、ここでね、ハルトが、俺が最後の希望だと。 まあいよいよね次週あ次この次が、えー、50話で大切なものまあこの回がねまた結構ねいい回だったけどねうんまあ、えー、ここまでねちょっと今日がちょっと長々となってしまったけどまあここまでねえー 見ていただく方、ありがとうございました。えー、まあ、もしよければね、えー、良いと思った方は、えー、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、またです。ごきげんよう。